どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、中部国際空港にですね、なんとプライオリティパスのね、対象のラウンジがですね、追加になりましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、中部国際空港のね、公式ツイッターでね、私知ったんですけども、先日ですね、中部国際空港にね、ピザレストランがプライオリティパスのね、対象レストランということで、まあ、あったわけなんですけども、先日ですね、閉鎖になりましたよね。まあ、お店は確か潰れてしまったんだと思うんですけども、まあ、それでね、対象のプライオリティパスのレストランね、なくなったわけなんですけども、今回ですね、なんと2つね、追加になるということで、中部国際空港ね、利用されている方で、プライオリティパスね、保有されている方は、かなりね、いい内容になっていると思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速内容に入っていきたいんですけども、今回ね、追加されるのは、レストランが1つと、なんとね、国内初、スパ施設がですね、対象になるということで、かなりいいですよね。まずレストランですけども、こちらですね、ザ・パイク・ブルーイング・レストラン&クラフト&ビア・バーということで、こちらはですね、1989年にシアトルに創業したバイクの貯蔵所に閉鎖されているパブ、地元市民のみならず世界中から観光客が現れる人気店ということで、2000以上のクラフトビールの貯蔵所がある激戦区アメリカ西海岸の中でも最も有名な店舗の一つで、その店舗は日本初上陸ということで、まあ、それぞれ、ね、料理にベストマッチした樽生ビールをスタッフに聞いて楽しむのがおすすめってね、いう感じみたいなんですよね。でね、食事内容はね、ちょっと一部見れて、こういった形でハンバーガーであったり、上はシュリンプですかね。はい、こういった感じになりますんで、これね、いいですね。かなり楽しみですね。で、こちらですね、利用開始は4月4日っていう風になっておりますんで、もうすでにね、こちら利用することができるっていう風になっておりますんで、もしね、利用機会ある方はですね、ぜひプライオリティパス持ってね、こちらのレストラン行っていただければなと思います。で、料金についてはですね、記載がね、されてないんですけども、まあ、おそらく1人3400円、プライオリティパス1枚でね、3400円に設定されているのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、利用された方、コメントね、いただければなと思います。もしね、今後見られる方はそちらのコメントね、参考にしていただければと思うんですけども、おそらくね、1人3400円分になるのではないのかなと思います。それではもう一つのですね、スパ施設ですね、ソラスパ。風の湯ということで、こちらね、飛行機が眺めながら楽しめる入浴施設ということで、これね、めちゃめちゃ楽しみですね。お風呂の施設とサウナ、あとね、展望デッキなんかもね、こちら出れるみたいなんですよね。公式サイトにね、写真とかね、こういった感じに出ておりますんで、まあおそらくね、利用することができると思うんですけども、これはね、かなりいいですよね。めちゃくちゃ行きたいですね。はい、ちょっとこれはね、ここだけのためにね、ちょっと行ってもいいんじゃないかぐらいね、ちょっと行きたいんですけども、こちらのね、対象になるのは4月の11日ということで、ちょっとね、私ね、行くことはできないんですけども、ぜひね、スタートダッシュでね、切られたい方はぜひ4月11日にですね、こちらね、利用していただければなと思います。4月11日なんで、来週の火曜日からね、こちらのスパ施設は利用することができるっていった形になります。特にね、時間等々はね、まだプライオリティパスのサイトにもね、記載がないので、まあ1回でどのぐらいの時間みたいな時間制限があるのか、わからないわけなんですけども、まあ、ぜひね、公式サイトで、ね、多分11日以降にね、乗ると思いますので、ぜひね、チェックして、利用ね、していただければなと思います。はい、ということで、今回ですね、中部国際空港のプライオリティパスがね、2つね、追加になったということで、非常に楽しみですよね。日本初のね、スパエリアが対象になったっていうのもね、かなり面白いですよね。で、今回ですね、スパエリアとレストランエリアね、2つ中部国際空港ね、対象になったわけなんですけども、注意していただきたいのはですね、こちらですね、本当によくね、ボテジューの時もありましたけれども、このアメックスから発行しているプライオリティパスっていうのは、このね、レストラン特典っていうのは利用することができないんですよね。ですので、今回スパエリアとレストランエリアね、追加になりましたけども、スパエリアっていうのも、こちらね、アメックスが発行しているプライオリティパスね、利用できないと思います。こちらですね、ちょっと公式でですね、情報が出ておりませんので、前回ですね、世界一周した時にですね、ちょっと軽く調べて、その時にね、スパエリア、
に関しては、空港にね、スパエリアができている空港もあるんですよね。そこでね、使えませんっていう話をね、聞きましたので、まあ、おそらくね、国内と国外で、まあ、変わるってことはちょっと考えづらいので、アメックスが発行しているね、このプライオリティパスも、このスパエリアね、利用することができないと思いますので、この点はね、本当に注意してください。このレストランが利用できないってのはね、間違いないと思うので、まあ、こちらはいいと思うんですけども、このね、風の湯っていうところもですね、利用することができないと思いますので、この点をね、注意していただければなと思います。で、このね、アメックスの発行しているプライオリティパス、どのカードかっていうと、アメックスゴールド、アメックスプラチナ、ANA アメックスゴールド、ANA アメックスプラチナ。まあ、これだけだと思うんですけども、まあ、これがね、発行している、まあ、このクレジットカードに付帯している、このプライオリティパスはね、利用することができないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。よくね、聞かれるんですけど、こちらのカードはいいんです、ダメなんですかっていうね、セゾンプラチナビジネスアメリカエクスプレスカード。こちらね、デカデカとね、アメックスのね、国際ブランドで書いてありますけども、このカードはですね、発行しているのはセゾンカードなんですよね。ですので、これはアメックスが発行してないカードなんで、プライオリティパスね、私先日頼んでまだ開けてないんですけども、こちらはですね、使うことができるんですよね。ですので、ご手順とかもそうですけども、このセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカード、まあ、このセゾンアメックスプラチナに関しては利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ、これのね、ゴールドカードとかもプラス1万1000円ね、払っていただければ、プライオリティパスね、プレステージ会員でね、発行したりすることができるんですけども、まあ、そのカードに関しても、こういったね、レストラン特典利用することができるっていう風になりますんで、ひとまず、アメックスゴールド、アメックスプラチナ、ANA アメックスゴールド、ANA アメックスプラチナ。ここのね、プライオリティパス保有されている方は利用することができませんので、この点はね、注意していただければなと思います。対象カードこれだけで合ってましたね。はい。もしね、ちょっと追加がありましたら、これにね、書いておきます。それでは次にですね、今回ね、国内のプライオリティパスのランジはね、追加になりましたということで、ちょっと私の方でね、一覧にまとめさせていただきました。現在ですね、羽田空港にはこのプライオリティパスのランジありません。残念ながらね、ANA ランジが2月か3月ぐらいにね、利用することができなくなりましたので、まあ、現在ね、羽田空港にはね、プライオリティパスのランジございませんので、これからね、発行されたいっていう方も、羽田空港ではね、利用することができません。現在ね、成田、中部、関西、福岡空港ですね。こちらでね、利用することができるラウンジがね、ございますので、もしね、今後利用されたいっていう方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。いや、今回ね、中部国際空港にね、2つ追加になったっていうのはね、かなり大きいですよね。ぜひね、行かれる方はチェックね、していただければなと思います。ということで今回ですね、中部国際空港にプライオリティパスのね、対象ラウンジ2つ追加ということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、プライオリティパスでね、ラウンジ、中部国際空港でね、2つ追加になりまして、もしね、無料で利用してみたいっていう方はですね、そういう方はですね、概要欄に公式サイト載せておきますんで、こちらね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカード、本来ね、2万2000円の年会費がかかるクレジットカードなんですけども、初年度年会費無料っていう風になっておりますんで、もしね、利用されたい方はですね、こちら申し込んでいただいて、プライオリティパスね、無料で発行することができて、またね、年間ね、何回でも無制限に利用することができるね、特典もついておりますんで、ぜひね、こちら発行検討していただければなと思います。私の動画とかね、ブログ動画で徹底解説もね、出しておりますんで、もしね、気になる方は、そちらね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。もしね、発行される方は、発行してね、翌々月末までに、20万以上ね利用していただくと Amazon ギフト券1万2000円とかもね、もらうことができますので、まあ、そちらもね欲しいっていう方はですね、ぜひね決済集めてね見ていただくのもいいのではないのかなと思います。でこちらのねカード発行される方はですね、発行するだけだとねプライオリティパスついてきませんので、このカードがねコンシェルジュがついておりますんで、到着しましたらですね、裏面のね、電話番号を電話していただいて、プライオリティパスね、欲しい旨を、伝えていただければ、こういった感じでね、セドンから、プライオリティパスね、送られてきますんで、まあ、こういった感じでね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter もやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。